本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの竹部です。本日はトマペチヒレトさんの金持ちの幸せは捨てることから始まるという本の解説動画より、あなたが金持ち脳になるための最短経路という部分をピックアップしてご紹介していきます。さて、今お金に困っている皆さん、お金に不自由している皆さん、お金に自由を制限されている皆さん、なぜあなたはそういった状態になっていると思いますか？それはあなたが貧乏脳を持ってしまっているからです。ズバリ、金持ちと貧乏人の違いは金持ち脳を持っているか貧乏脳を持っているかの違いです。簡単に言うと、金持ちになりたければ金持ち脳をインストールし、貧乏脳を捨てる必要があります。そこで今回の動画では、どうすれば貧乏脳に陥らず金持ち脳をインストールすることができるのかについて解説しております。やりたくない仕事をしている人は最も貧乏脳になる危険性があります。金持ち脳になる一番の王道は仕事から満足を得ること。そのためには好きな仕事をすることです。そして好きな仕事をするために必要なのは、好きなことを仕事にできるのであれば給料は下がっても構わないという覚悟です。大丈夫です。好きなことを仕事にして、最初は給料が下がっても数百倍の生産性と仕事への満足度をバルに、結果的にはより多く稼ぐことにつながるんです。また今回の動画では、どうすれば好きな仕事を見つけることができるのかについても考察しております。今回もとても興味深い内容になっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さてさて、これまで金持ち脳と貧乏脳を分けるのは収入の多い少ないではないんだよと、収入によらず支出が収入を上回る人は貧乏脳であり、支出が収入を下回る人は金持ち脳である、こうした収入と支出のバランスはまず物を欲しがる自我をコントロールすることで調節できるんだということを述べてきました。そしてここでめちゃくちゃ重要なことを一つお伝えしたいと思います。それは、やりたくない仕事を今している人は最も貧乏脳になる危険があるということ。逆に言うと、金持ち脳になるための最短経路は好きな仕事をしているかどうかなんです。これは収入が月20万円だろうが1000万円だろうが関係ありません。これも収入の多い少ないは大した問題ではなく、重要なのは自分がその仕事を好きなのかどうかなんです。なぜかといえば、これも非常に単純な話で、やりたくない仕事をしている人は仕事の外に満足を求めるようになるため、どうしても支出が多くなりがちだからであります。例えばね、嫌いな仕事をして仕事で大きなストレスを抱えている人は、飲まなきゃやってられないよ、ストレス解消だよとか言って居酒屋で憂さ晴らしをしようとし、飲みすぎてお金を無駄にしてしまいます。他にも嫌な仕事をしている人はストレス解消で頑張った自分へのご褒美さとか言ってブランド物を買ってしまったり、仕事の外に満足を求めようとするため、どうしても支出が多くなるんです。嫌いな仕事をしている人はストレス発散でお金を使いすぎてしまって、結局お金がたまらないんです。逆に働くことが好きで、働くことによって心から満ち足りた状態になれば、わざわざ金を費やして別の満足を得ようなどとは思いません。やりたい仕事をしているだけですでに精神が満たされているため、お金を使って満足を得ようとしなくなるんです。金持ち脳になる王道は仕事から満足を得ること。そのためには好きなことを仕事にすることなんです。著者は、人にとって一番の財産は人生時間であると言います。生きている時間をいかに満ち足りたものにしていくか、これが人生の価値を決めます。その中で満足できる仕事をするということはかなり大きな比重を占めます。単純に考えても、一般的なサラリーマンの勤務時間は1日あたり最低8時間、多くの人はもっと働いているでしょう。それだけ多くの時間を嫌だと思いながら仕方なく働くのか、確かに仕事自体は大変だが満足感を得ながら働くかによって、
人生の質に大きな差が出てくるのは当然のことなんです。私たちは人生の限りある時間のうち非常に多くを働くことに費やすわけですから、人生の満足度を高める最も簡単な方法は仕事の満足感を高めることであります。だからこそ、もし今少しも満足感を得られない仕事をしているのであれば、ここで自分が満足できる仕事は何かということを一旦腰を据えて考えてみた方がいいのかもしれません。しかし、満足を得られる仕事へと転職すると、間違いなく初めは収入が下がってしまいます。なぜなら日本の企業は多くが新卒からコツコツと給料が上がるというシステムになっているからです。さらに、自分のやりたい仕事を求めて新たな業種に飛び込むのであれば、未経験で採用されることになるので、給料が最初は下がって当然なんです。このことはあらかじめ覚悟しておかねばなりません。しかし、ここで必要なのは、好きなことを仕事にできるのであれば給料は下がっても構わないという思いです。給料が下がったとしても、本当に満足できる仕事であれば、決して貧乏能にはならないからです。仕事から満足感が得られれば、わざわざその他の活動で満足感を得ようとお金を費やすことがなくなりますから、余計な支出が圧倒的に減ります。さらに、やりたいことをやっていると、金持ち能になれるという根拠は、やりたいことをやっているときは、生産性が数百倍になるということが、研究によって分かっているからであります。好きなことをやることがいかに脳に良い刺激を与え、発想力や判断力、行動力を高めるのかということが、この研究からよく分かります。すなわち、やりたいことを仕事にすることで、最初は給料が下がったとしても生産性は数百倍に高まるので、貧乏脳にならないばかりか、結果的にはより多く稼ぐことにつながるというわけです。だから著者は、好きなことを仕事にできるのであれば最初は給料が下がっても構わないという思いを持てと言うんです。別に仕事で満足感さえ得られていれば無駄遣いしなくなるので、給料が多少低くても大丈夫であるというわけです。さて、ここまで聞けば、好きな仕事をするということを、仕事から満足感を得るというのが大事だというのは皆さんお分かりいただけたと思います。でも、自分の好きなことが何なのかそもそも分かりませんとか、満足感を得られる仕事が何か分かりませんと頭を抱えてしまう人が結構いらっしゃるかもしれません。では、ここからはしばし、好きな仕事の見つけ方が分かりませんと悩んでいる人のために、どうすれば好きな仕事を見つけることができるのかということを、ちょっと一緒に考えてみましょう。まず紹介したい好きな仕事を見つける王道とも言える方法は、トライ&エラーです。言い換えれば、試行錯誤です。自分がどんなことを好きなのかわからない、好きな仕事がわからないという人は、経験が不足している可能性があります。人間は、やったことがないことを好きかどうか判断することができませんので、とにかくトライ&エラーで数を打って、自分の好きな仕事を見つけるという方法になります。最近では転職するのも極めて当たり前になってきているので、自分に合った仕事を見つけることができる環境が前よりは整っていると思います。また他の好きな仕事を見つける方法としては、やはり SNS を活用することだと思います。これは好きな仕事を見つけるというよりは、自分の好きなことを仕事にする方法とも言えます。何か自分の好きなことがある人や、自分の追求したいものがあるんだけど、それを仕事につなげる方法がわからない、そんな人は SNS を通して自分の活動を発信することによってフォロワーを獲得するのが良いかと思います。今ではフォロワーを獲得でき、ネット上で知名度さえ獲得できれば、自分の好きなことを仕事にすることも可能な時代なんです。例えば YouTube を除けば、大好きな釣り動画を配信することによって広告収入を得て生計を立てている人もいれば、料理動画、ペット動画、
DIY 動画をアップすることで、そのような自分の趣味や好きなことでお金を稼いでいる人をたくさん見つけることができるでしょう。また今は作家になりたい、漫画家になりたい、お笑い芸人になりたい、有名になりたいといった場合でも、まずは SNS でフォロワーを獲得する、認知度を獲得するということから始めるべきだと言われています。例えば自分の漫画を出版したいと言って出版社に行っても掛け合ってもらえない可能性が高いですが、私は SNS で10万人フォロワーがいますと言って出版社に持ち込めば、おそらく出版してくれる出版社はあるでしょう。またこの方法ならば、平日は普通の仕事をして生活費を稼ぎ、仕事終わりや週末を使って自分の好きなことを SNS で発信し、仮にそちら側がうまくいったり、そちら側で収入が得られるようになってきたら、平日の仕事を辞め好きなことを本業にするといったリスクを抑える方法も取れるかと思います。あるいは経験を増やしたいという人ならば、平日は普通に仕事をして、仕事終わりや週末に別の仕事をやってみるというのも良いでしょう。普段はサラリーマンとして働いているにしても、仕事が終わった後や土日などにコツコツと自分の好きなことを仕事にするためのトライアンドエラーをするというわけなんです。もちろんね、それは言葉で言うほど簡単ではありませんが、昔と比べると自分の好きなことを仕事につなげやすい環境は圧倒的に整っていると思います。そしてこの恵まれた環境を利用してトライアンドエラーをした人が自分の好きなことを仕事にするという幸運を手にすることができるのだと思います。全員が全員好きなことを仕事にできるわけではありませんが、好きなことを仕事にできた場合のメリットが大きすぎますから、やってみる価値はあるのかなと思います。ぜひ様々な方法にトライして自分の好きな仕事を見つけたり、自分の好きなことを仕事にする努力をしてみてください。あるいは今自分がやっている仕事の中に好きな部分を見出してみてください。さてここまで聞いてね、好きなことを仕事にできる人なんてほんの一部でしょとか、そもそも明確な好きなことがある人が一部なんじゃないのと思う人もいるでしょう。ですが本気で自分の好きなことは何だろうと、自分の好きな仕事は何だろうと追求することによって、自分の好きなこと好きな仕事が見つかりやすくなります。なぜなら私たちの脳には必要とする情報しか捉えないという特徴があるからです。私たちの脳には日々視覚、聴覚、嗅覚、味覚を通して様々な情報が洪水のように押し寄せてきており、この全てを捉えていたら情報を処理しきれずに脳がパニックを起こしてしまう。だから情報の洪水の中で本当に自分に必要な情報だけを的確に選ぶようになっているんです。脳には具体的に言うと RAS という脳のフィルター機能があり、この RAS によって必要な情報のみを意識し、残りの大部分の情報を捨てるということが行われているんです。例えばあなたの大好きな人が、私赤色が好きなんだよねと言うと、途端に生活の中にあるあらゆる赤色が視界に入るようになります。今までぼんやりと見つめていた車の通りも赤色の車だけが目立つようになります。今までぼんやり見つめていた広告や看板も赤色だけを目立って認識するようになります。このように私たちは自分にとって重要なものだけに意識を向け、自分にとって重要な情報だけを頭の中に取り込んでいます。同じ場所に並んで立って同じ風景を見ていたとしても、他人と自分とでは全く別のものを見ています。私たちは皆自分にとって重要なものだけを見ているんです。科学者によれば、私たちは入ってくる情報のうちおよそ100分の1しか覚えていないそうです。それ以外はラスによって効率よくフィルターで跳ねられて、脳の中のゴミ箱フィルターに捨てられているんです。あなたが科学や心理学に興味があるのなら、あなたが日々接している大量の情報の中から無意識であなたは科学や心理学に関連した情報を選別し、他の情報を捨てているというわけなんです。ですからあなたが好きなことは何だろう、自分の好きな仕事は何だろうと日々本気で考え続けていると、それに関連したこれまでには見えてこなかった情報が途端に目に入りやすくなってくるんです。その結果様々なチャンスに気づけるようになったり、今までは素通りしていた自分の感情や考えまでもキャッチできるようになるんです。著者はこれと同様のメカニズムによって
あなたが本当に必要とすれば1億円だって稼げると言います。ある日を境に何らかの理由で切実に1億円が必要になったとしましょう。その途端1億円を稼ぐために必要な情報が次々と頭に流れ込んでくるようになります。以前は目もくれなかったところにビジネスチャンスを見つけるかもしれないし、それまでなんとなく付き合ってきた人に強力なビジネスパートナーとしての可能性を見出すかもしれません。これは脳が全力で1億円を稼ぐための有益情報にアンテナを張り巡らせるからです。必要がなければこういうアンテナも働きません。切実に1億円が必要なんだという目的があるからこそ、脳はそのための情報を必死になって集め始めるんです。ですからただなんとなく1億円あればいいなといった状態じゃダメです。なぜ1億円が欲しいのかということが明確でなければいけないんです。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、やりたくない仕事をしている人は最も貧乏脳になる危険がある。やりたくない仕事をしている人は仕事の外に満足を求めようとするため、仕事で我慢している分稼いだ金で楽しみたいとどうしても支出が多くなりがちになるからだ。金持ち脳になる一番の王道は仕事から満足を得ること。そのためには好きな仕事をすることである。やりたいことをやっている人の生産性はやりたくないことをやっている人の生産性の実に数百倍である。ポイント2、本当に満足できる仕事であれば決して貧乏脳にはならない。個人にとって一番の財産は人生時間。生きている時間をいかに満ち足りたものにしていくか、これが人生の価値を決める。必要なのは好きなことを仕事にできるのであれば給料は下がっても構わないという思いである。最初は給料が下がっても数百倍の生産性と仕事への満足度をバネに結果的にはより多く稼ぐことにつながる。ポイント3、好きな仕事を見つける方法は次の2つ。1、トライアンドエラーで数を打つ。方法2、 SNS で自分の活動を発信しフォロワーを獲得する。また脳には必要とする情報しか捉えないという特徴があるので、本気で自分の好きな仕事を見つけようとすることが重要である。さて切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。